Visual SyncAR, under development by NTT, uses digital watermarking technology to display companion content on a second screen, in sync with the content being viewed on the TV. 映像の中で踊っている女の子の踊りにリンクをさせた、その同期してダンスをするような CG を表示させたりですとか、 CG で表示させていたキャラクターが今度は画面の中に飛び込んだり、また画面の中にいるものが外に飛び出してきたりという新しい映像表現というのが実現可能になるのではないかと思います。こちらのシーンですとよくわかるんですけれども、映像をその画面がどういう位置に表示されているのかというのもカメラがキャプチャーした中で認識しておりますので、こちらの左側や右側、表示を変えて、向きを変えてあげることによって、それぞれの向きからその CG を楽しむことができます。NTT has developed mobile video watermarking technology which can be quickly detected by a tablet or smartphone. Digital watermarks are embedded in the video sequentially as time codes. The app then reads these time codes, confirms the timing of the video being played, and displays the relevant content.例えば、公共のサイネージの、映像の中で、案内映像が流れているところで、普通の方が見る場合には日本語の映像が流れているところで、外国人の方がタブレットをかざしたなりスマホをかざしたら、外国人向けのその、説明が映像に同期して表示されたりですとか、あるいは聴覚障害者の方がかざしたら今度は映像に合わせて手話の映像が出てくるですとか、そういったような使い方ができるんじゃないかと考えています。ベースとして利用しているモバイル動画透かしという電子透かしの技術に関してはかなり実用化に近いところまで来ておりまして、例えば通販番組に入れておいて通販のサイトにユーザーさんを誘導するような使い方であれば、すでに地デジの放送を使って実証実験もしております。またこういった AR 表示に適用するようなこういう応用に関しても、今回の展示会等でいろいろ皆様のご意見を伺って、どういったサービスに適用していったらよいのかというのをフィードバックして、技術の改善とサービスの実現というのに結びつけていきたいと考えております。 Digging for News.